オス、プライドです。さあ前回の続きからやっていきましょう。ポケットモンスターソード、今回はパート36やっていきましょう。さあ前回キバナさんを倒したんですが、今回はチャンピオン戦ってことはダンデさんかな、わかんないけどやっていきましょう。さあいよいよもう最終回どうなの、まだかな。さあ、お、ダンデさんじゃん。クワトの張り詰めた空気、それとは真逆の観客の熱狂、どちらも最高じゃないか。いいかい、彼ら観客はどちらかが負けることを願う残酷な人々でもある。そんな怖さを跳ねのけ、ポケモントレーナーとしての全てを、チームの全てを出し切って勝利をもぎ取るのが、俺は好きで好きでたまらない。俺の最高のパートナーたちもボールの中でうずうずしている。さあチャンピオンタイムだ。ガラル地方チャンピオンダンデとパートナーリザードンたちが、これまでに得た経験知識で君たちの全てを打ち砕くぜ。さあやっていきましょう、ダンデ戦。お、なに、ちょっと待て、なに、おい、モニターを見ろよ。なんだあれ、なになに、え、バトルじゃないの。おう、ハロー、ダンデ君にプライド君。ガラルの未来を守るためブラックナイトを始めちゃうよ。なに、ブラックナイトを始めるって。ただブラックナイトのエネルギーが溢れ出して危ないんだよね。おお、揺れる揺れる。おお、なんだなんだなんだ、やばい、なにこれ。ダンデ君が話を聞いていたらこんなことにはならなかったのにね。え、なに、え、チャンピオン戦じゃ、あ、どこ行くの、え、チャンピオン戦じゃないの。兄貴、プライド、お、ホープ、今のってナックルシーのスタジアムだよな。ローズさん何しちゃったんだ。さっぱりわからない、わからないが、昨日の話、千年先の問題を解決するため動いたのか。とにかく俺がチャンピオンの、俺が行く。リーグ委員長の意図をきちんと理解しなかった。俺に責任がある、だから俺が責任を取る。俺に任せるんだ、今からチャンピオンタイムだぜ。兄貴、方向音痴なのにナックルシティに行けるのか。お前で、俺、兄貴の力になりたい。でもプライドに勝てなかった俺に何ができる。できるよ、やろうよ、お前ならできるな、ライバルだもんな、信じてるぜ。できるってローズ委員長が言っていた、ブラックナイトって大昔の空が暗くなったことだろ。始めるってなんだ、そもそもどこで聞いたっけ。英雄の像、エンジンシティ、どこだっけ、英雄の像、エンジンシティの英雄の像、ソニアがそんなこと言ってたっけ。英雄は2人で剣と盾のポケモンと共にブラックナイトを沈めたんだ。よし、眠りについただろう、2匹のポケモンを探すぞ。プライド、どこだ。まどろみの森、ハロンタウン、ヒルクスタウン。え、まどろみでしょ。さすがプライド、そうだよ、まどろみの森だよ。知ってたんだったらわざわざ聞くなよ。お前が戦ったのはポケモンの幻、あいつが眠りについたポケモンだぞ。よし、まどろみの森には何かあるかもしれないぞ。さあ、おお、懐かしい、戻ってきましたね。
にホップ。って忘れてた、チャンピオンマッチじゃん。どうしてここにいるの？あ、ママ久しぶり。ソニアったら何も知らないよね。ローズ委員長が大会をめちゃくちゃにしたのよ。まどろみの森にを調査している間に何が起こっていたんですか？あのね、ナックルスタジアムが黒い渦で覆われちゃって、なんていうの、ブラックナイトだっけ、もうめちゃくちゃで感じよう。でも大丈夫よね、無敵のチャンピオンが何とかしてくれるんでしょ。待って待って、おばさん、今ブラックナイトって言いました？ブラックナイトは大昔ガラル地方を滅ぼしかけた黒い渦の名前。じゃあプライドは何しに来たの？ブラックナイトを止める、剣のポケモンを探す。確かに伝説が真実なら、剣や盾のポケモンがブラックナイトを収めてくれる、渦を振り払う力となる。分かった、これを持ってまどろみの森に行きなよ。何、私も気になることを調べたら追いかけるからさ。何これを、って元気の塊3個最高か。でも捕まえるんだったらマスターボール欲しいんだけど。できることをすればいいじゃない、だってあなたはもう立派なトレーナーなんだから。おお、久々に来た。プレイド、またモヤモヤって不思議な霧に包まれるかもな。だけど俺らもポケモンも強くなったし問題ないぞ。思い返せばあの時ウールを探すためまどろみの森に入ったのが伝説の始まりだったかもな。よし、今からの出来事も伝説の1ページに追加するぞ。伝えておきましょう。久々ですね。おお、懐かしい。まどろみの森、さあまたこれはこの先か。あ、強くなったからな、もう最強やろ、もういけるやろ。でも捕まえるとなるとバトルだよね。バトルだったらバリコールより、バリコールってなんか状態異常あったっけ。あ、フラフラダンス、あ、でもフリーズドライ、フリーズドライでこうなかったらつらいな。ちょっと変えるか、モルペコ行け。よし、オッケー。ちょっとセーブしとく、セーブを変えておきましょう一応ね。さあこの辺りじゃなかったっけ、あれ、まだ先、おお、アーマーガーだ、こんなところにいるの、でかすぎだろ。あ、なんだっけ、マタトガスだ。あ、なにこれ、回復の薬。あ、ムンナじゃん。このマタトガス欲しいな。マタトガース。じゃあ行け、モルペコ。化学変ガス。クイックボールあったっけ。あったあったあった。投げろ、ほい。おお、捕まえられない。素早さが上がった。自爆。やめてくれ。ドン。危ね。死ぬ。やっぱクイックで一発で捕まえないと。アーマーが59、ちょっと回復しましょう。もうせっかく捕まえよう、ノーダメで捕まえようと思ってたのに。ちょっとムンナ欲しいな。さあムンナ、さあクイックボールいけ。
頼むよ。はいはい、オッケー。さあムンナゲット。さあムンナ、イメクイポケモンナンバー090エスパー。お、シンクロだ。オッケーオッケー。え、おとなしいか。シンクロポケモン欲しかったんですけどね、厳選で。まあおとなしいならいらない。で、これどっち行けばいいの？わかんないんだけど、どこに行けばゴールなの？あ、なんかある。ミストシールド、シード。あー、特防ね。おお、またドガス。命の玉、おお。HP が減ると、HP が少し減ってしまうが、技の威力が上がると。出た出た。命の玉はね、あの対戦で結構役に立つんですよね。おお、ムンナ。ムンナは固定？なんだこれ。イオールブ。何タイプ？テントウムシや。捕まえとくか。いけ！クイックボール。来い。来い。オッケー。さあ何タイプ？虫タイプかな。虫っぽいですよね。さあイオルブ。ナンバー012、七星ポケモン。虫エスパー。おお、なかなか優秀かな、わかんないけど。強さはどんな感じ？お見通し、ミラーコート、サイキネ。なるほど。特防、穏やかか。穏やかだったらいらんな。さあ行こう。てかマタドガス多くない？めっちゃいるやんけ。どんだけおんの？てかどうやって行くの？どっちに行くのこれ？あ、なんかある。メンタルハーブ。自由に技を出せなくなった時に一度だけ回復する。最強か。悪あがきしなくなるってこと？多分そういうことですよね。あ、なんかある。煙玉を絶対に逃げられる。これちょっとつけましょうか。オッケー。さあこっち側は？てかどこが正解？あ、ホップじゃん。ちょっと待って。こっちにホップがいるってことはこっちが正解の道だから、ちょっとこっち行きましょう。ちょっとまどろみの森散策、散策っていうか探索。 TPA だ。おお、あ、これこれこれ、ゴーストダイブ。おお、オッケーオッケー。来た来た来た。1ターン目でどこかに消えて、2ターン目で相手を攻撃、守りを無視して攻撃できる。おい、ホップ、とんでもない霧だな。前来た時よりもすごいぞ。お前な、こんなんすごい濃すぎじゃない？さすがに前見えないよ。あ、あ、あ、このポケモンたち、パッケージのウォールド、ウォールド、おお、シールドのね、あの伝説のポケモンとソードの伝説のポケモンいたぞ。あいつらだ、あいつらが剣と盾のポケモンだ。ウォールドー。あー、消えた。おい、どこに行くんだよ。お前たちの助けがいるんだぞ。あんたたち何してるの？はあ、
ソニアも見ただろ、剣と盾のポケモンがいてさ。でも森の奥に消えていった。ちょっとあんたたちの他に何もいなかったんだけど。え、俺たちが見ていたのは幻？また外国の本も調べてようやく見つけたの。剣のポケモンザ・シー・アン、盾のポケモンザ・マ・ゼンタ。ちょっと言いにくいわ。遥か彼方、まどろみの森の向こうで生まれたとされるポケモン。そっか、サンキュー、ソニア。よし、幻とはいえポケモンにまた会えたんだ。あいつらが持っていた剣と盾だってあるはずだぞ。さあ行きましょう。回復してくれんの？あ、そういうわけじゃない。ザシアンとザマゼンタ、剣と盾のポケモンは少しでもふるさとに近いまどろみの森で眠っているのかも。なるほど、こっち側は何もなさそう。おお、こっち側なんかあんの？いけないか、さすがに。え、どこで戦う？ちょっと待って、この辺でセーブしておく？急にバトルになったら怖いんだけど。さあ、お、ムービーだ。っていうことは、そろそろ？おい、見るよ、プライド、なんだかすごそうだ。伝説って感じの場所だぞ。どういう感じ？神々しいってこと？ちょっと待って、もしかしてこの先行ったらもうそのザマゼンタ捕まえる的なムービーなのかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はザマゼンタだっけ、なんだっけ、ザマシアンだっけを、捕まえるっていう感じなのかな、と分かんないんですが、次回やっていきたいと思います。チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次回お会いしましょう。さらば。